こんにちは。中島塾塾長、宮本です。最近、動画をよくアップロードしてるんですけどね、鼻が、よく見ると、すごい、腫れてますね。ちょっと、病気ですかね。頑張っていきたいと思います。それでは、今日は、N3 によく出そうな漢字を紹介したいと思います。まずこちらね。これは、詰めると詰まるですね。詰める、これは他動詞で、荷物をこう詰めるとかね。中に入れるという意味があります。他にも旅行をします。旅行どこ行こうかな、どこ行こうかな、アメリカにしようかな、中国にしようかなとか、じゃあやっぱアメリカにしようとかね、話を詰めるとも言いますね。決めるの意味もあります。他にもこういろいろあるんですけど、基本的にはこの2つをよく使うと思います。あと、詰まる。これはその喉が詰まるとかね。あと、パンの中にクリームが詰まっている、もういっぱいだという意味とか、あとコンサートの会場に人が詰まるとか、いっぱいだという意味もあります。ね、次こちら。これ、泣くとなると言いますね。この泣くは、鳥が鳴くとか、虫が鳴くとか、赤ちゃんが って鳴く。これはちょっと、こっちの、この漢字はこれですね。でも、虫が鳴くとかね、そういう時使います。で、なるは、これは、電話が鳴るとか、雷ね、雷が鳴るとか、その音が出るということですね、これは。これ両方とも、両方とも自動詞ですね、これは。はい、こちら。これは閉めると閉じるですね。ただ、閉めるは、イメージとしては、閉めるは窓を閉めるとか、窓を閉めるとかね。イメージ、カーテンをこう閉めるとか、そう、横の動きがありますけどね。閉じるは、本を閉じるとかね。鼻が閉じる。と思いますね。イメージとしてはそういうイメージです。はい。では、今日は3つにしておきます。また動画アップロードしたいと思いますんで、また質問がありましたらコメント、メールしてください。それでは、さようなら。